打撃コントロールだけ。で、なので、本当はそれができたら、もうパン、打つんです。打つ稽古は打つ稽古で、こっちはそういう打撃を食らっても全然平気っていう、相互の稽古なんです。だから打ってくるじゃん。で、もう、聞けないじゃん。ということは聞かないんです。で、そういうその打撃に対してちゃんと、でそれをまたそんなんも、コントロールするっていう総合の稽古なんで、本来は今みたいにっていうもう打ってやって、でこれを順歩ですけども、それの両方逆手のひら。拳、逆の手、逆の足、いろんな方向に、いろんな足が変わっても全部打てる結構する。で、しかもそれが打たれたのは全部、こっちは、ハイラッコの稽古なんで。っていうふうに、全部クリーンにする稽古と。次、旋掌をやってみましょう。旋掌は手のひらですね。手のひらで同じく普通にこうでこう入るで横になりながら歩きます。で、それをそうですね。ちなみに手のひらの方がエネルギーがその分散しにくいので、手のひらの方がエネルギーが入りやすくなるので、で、それをやりながら相手にちゃんと発揮できるように、でそれも入ったのもちゃんと正しい姿勢で必要でコントロールするようにしてください。だから伸脚するのは伸脚する方が目的じゃなくて、鎮椎するエネルギーを下にやることによって前へのエネルギーのこの十字形を練るのが意味なので、本当はめちゃめちゃうまいでしょ、足の音は立てないです、当たり前ですけど。素人発揮じゃないですか。ガーッと立って、まあ演舞時の時はそうしますけど、本当は立てないプンって打ちます。